アセス・アーサー・ W ・ー・ラドフォードは、アメリカ海軍の駆逐艦。スプルー・アンス級駆逐艦の6番艦。艦名は、第2代統合参謀本部議長を務めた、アーサー・ W ・ー・ラドフォード提督にちなむ。アーサー・ W ・ー・ラドフォードは、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港する。1975年3月21日に、ラドフォード提督の未亡人により命名、浸水し、 1977年4月16日に収益した。収益当日アメリカ東海岸を航行中のアーサー・ W ・ラドフォードは不具合が発生し、修理のためインガルス造船所への帰還を余儀なくされ、4月30日に再び出航する。サウスカロライナ州チャールストンに5月3日、4日、飛行士母港のバージニア州ノーフォークには5月6日に到着した。三日後、 ラドフォードは海軍水上戦闘士艦訓練司令部支援のためロードアイランド州ニューポートに向かう。艦が北に向かう途中、ランプスヘリコプターが後部デッキに着艦し、ランプス運用分隊が上艦した。ヘリは5月11日にノーホークに帰還した。5月13日にニューポートに到着、ラドフォードは17日まで停泊し、その後母校へ帰還した。 ノーフォークに帰還後まもなくバージニア岬沖で、砲術訓練及びヘリ運用訓練を行った。1997年5月、アーサー・ W ・ラドフォードは、ステルス性を高めるために平板で囲まれた新型のマストが取り付けられた。マストは新材料が用いられ、各種のセンサーが内蔵された。1999年2月5日のレジ40分に、アーサー・ウラドフォードは、 バージニア・岬で、サウジ船籍の貨物船サウジ・リヤードと衝突事故を起こした。衝突前アーサー・ダブリュー・ラドフォードは、バージニア・ビーチ東方25マイルの海域で、電子線設備の測定作業中であった。サウジ・リヤードヌ・バルバスバウは、ラドフォードの右弦前,前方に食い込み、コインチ砲基部及び、弾薬室、ソナー室を含む多くのスペースが浸水した。船体の損害は、 左舷側まで及んだ。事故後、ラドフォードの艦首は4フィート下方に沈んだ。この事故で水兵1名が腕を骨折した。サウジリアードとアーサー・ W ・ラドフォードは自力でノーフォークに帰還し、アーサー・ W ・ラドフォードは2月25日にノーフォーク海軍造船所で艦属区に入った。艦の修理にはおよそ6、500万ドルかかり、その後ラドフォードは任務に復帰した。 艦長ダニエル W チャンチューサの着任からおよそ100日経過後に事故が発生したがチャンチューサは義務の不履行でその責任を問われた。海軍は後の民事裁判でラドフォードが通行優先権を有しており事故に関しての過失はないと主張した。アーサー W ラドフォードは26年間の現役任務の後2003年3月18日に退役し、 2004年4月6日に除籍された。2007年9月21日の時点でラドーフォードは、ペンシルベニア州フィラデルフィアの不活性管整備施設で保管される。2011年8月10日、ラドーフォードは、北緯38度31分整形74度31分、北緯38.517度整形74.517度。 38.517-74.517の地点に人口岩礁として沈められた。ありがとうございます。